渡辺一平のとことん、よいしょ、来ました、やってみた、はい、こういうことをやってるんですよということで、こぼれた部分をたっぷりお届けしているとことんですけども、はい、今日も平岡タスクニのね、せいやくんから始まりましたから、はい、ユニフォーム平岡タスクにしたらいいよね。検討しましょう、検討、うん、ストッキングまでね、あ、ストッキング、うん、フルで靴だけです、革靴でちょっとフォーマルな感じので 100m 何秒かちょっと走ってもらって、うん、タスクより速かったら最高にモテるよ、確かに、うん、本当ですか、うん、じゃあ今度測ってきます、ね、超速いんだよ、はい、そう、やっぱね、J3 一番速い時 100m11.1 だって、11秒1、あ、そう、もうめっちゃ速い、陸上選手ぐらい、いや、だってもう J3 見に行っても、はい、もう金取れるよこの人、本当そうですね、もう速すぎて、あの栃木戦とか、うん、この辺でボールもらったの、うん、攻めてて、うん、この辺でボールもらって1人2人もだから、もうボールポンって蹴ったらもうかわせんのよ、もうでももう1人ポンって蹴ったらかわすのよ、でここまでもういっちゃうの、で歌ん帰ってる時に変に横パスですあ、だからここにいるんだよ J3 だ、ただでもそれまでは本当とんでもない、じゃあ無力とタスクがいりゃなんとかなんじゃない、いやだからもうこの2人 いかついぐらい足速いのよ、うん、2人とも異次元だ、そうで無力の場合はボールもらってからも速いの、わかる、ドリブルし始めて速いの、うん、でなんつうの、加速する時間があんまないぐらい速い、シューっていっちゃう、それでも勝てないっていうのはサッカーの面白いですね、うん、こんだけ無双してるのにというところでやってますが、さあ今日のとことはですね、湘南戦の展望が全然入らなかったんで、はいはいはい、今日ねちょっとやっぱこの試合いろいろ大事ですね、もう本当にそうでしょう、あの ACL で結果出してここで安心するんじゃなく、うん、確かに16人は進めたけれども、うん、次はリーグ戦ですよ、はい、ここはやっぱ継続していくことが次のその16のね上海情報にもつながっていくだろうし、う、ね、ちなみに湘南の今の状況はどうなの、あのね苦しいシーズンインでした、ねね、で、うん、遠藤であったり長木がチームに抜かれ て、そこでやっぱり現有戦力の中でどうしていくかっていったところ、この間の都市戦は4バックだったけど、うん、まあ、もちろん去年までやってきた3バックを継続しながら、うん、こう最近相手に合わせたのか4バックにしたりだとか、いろいろね試行錯誤は長監督してくるので、マルちゃんがやってましたもんねディフェンス真ん中やってたんですね、3枚の真ん中だけどやるサッカーもシンプルです、あの前に早いやっぱ奪ってから、うん、だからすごく体力の消耗というか、このアップダウンの激しいゲームになると思う、でその動きながら疲れた中でも確実としてはやっぱこうボールコントロールであったりフィニッシュの精度だ、この能力が最後のところで求められるサッカーになると思うんだよね、だけどやっぱりここは戦ってくる、どんな状況、うん、どんな点差になっても最後まで戦ってくるチームだから、うん、で 0-3、0-4 で負けてても1点取れば次につながるっていうので本当諦めないチームなんで、うん、こういう相手に受けて立つんじゃなくて、もちろんそういう時間もあるかもしれないけども、相手の長所で決して FC 東京も走れないチームじゃない、逆に走れるぐらいのチームだからね、うん、そこで勝負しなきゃいけないと思うんだよ、うん、コンディションというのはどうですか、まあ、ベトナムに行ったメンバーとどういう風なスタメンになるのかっていうのはちょっと今日だからメンバー見ると、ここはほらケントがここ入ってたりしたじゃないですか、最終ライン ACL の時ね、はい、うんうん、で徳永を今シーズン初めてじゃないの休ませたの、ね、そんな気しますね、うん、だからここのところをまあ戻してくるのか、うん、あとまあヒデトがここ出てたけども、ヒデトのところをどういうふうに4年戻してくるのか、でここハデソンなのか梶山なのかっていったところ、高橋どうでした、久々にジョークさんの中でこう見ましたけど、ね、確かに、彼らしいそのキャプテンシーというよりもこうリーダーシップというか、うん、しっかりとこう動作で味方にこう鼓舞するっていうところはできてたもん、うん、で今までハデソンとかこの辺でプレーしてた選手にはない、うんうん、周りにこう積極的にこう喋ってジェスチャーで伝えてたでしょ、でハデソンが悪かったらそこを言える、ヨネとここの2人も、最初の一時合宿沖縄の時から同部屋だっていうぐらい仲良かったので、うん、いいんだけど、はっきりとしてものを言えたっていうのは一つ、うん、僕これはストロングポイントになるんじゃないかなって思うんだよね、うん、でここにヒデトが入ったことによって、うん、流れの中で、まあ、攻め込まれた時にこういうところにボール当てられたら森重がグッと出てく、うん、だけどここが落ちますよっていう約束事もこれ今までにはない、うん、高橋と、高井先生が入ったからこういうこともできたんだと思うんだ、うんね、だけどあの時失点シーンか PK シーン、ここ食いついてた森重が前向かれて、ここ結局このスペースに飛び出されてて丸ちゃんが PK に行っちゃったわけだけど、うん、ここのところにもまあ降りるっていう戦法を今チャレンジしてる、だけどこれ今シーズンは初めてかもしれないけど去年まではやってたことなんでね、うん、だから彼自身は自分のできるプレーっていうのをしっかり整理しながら、うん、まあ、ここまでね不本意なシーズン過ごしてきた、
やっぱ J3 でプレーする代表歴のある選手となった時にやっぱりここをね悔しさはあったと思うんで、ここのゲームに関してはある程度計算の立つ、試合はしてくれ、プレーはしたと思う。だけどこれをしたからといってこの一角にバッと入ってくるっていうまだ状況ではないと思う、同じ立ち位置、同じスタートライン立てたっていう位置だと思うんだよね。そうかそうか、まだちょっとスターティングメンバーいろいろ本当にやりっくりしてますから、うちの、ね、お父さんが高橋選手のね、高橋選手ひいき、なんで高橋秀人を出さないんだっていつも言うの俺に、でも俺は知らないっていう監督じゃないし、こればっかり分かんないけど、まあ、一応番組の予想でいうとこのメンバーでいくんじゃないかと、このところでいきましたけど、まあ OB 戦も含めてですけど点が取れなかったどうしましょうか。ただ OB 戦では勝ち点1もらいました、ね、だけどあのゲームも言ってしまえば一言で言えばね、決めるとこ決めとけばなんですよ、先に失点しまったっていうのもあるかもしれない、でそこの改善も早急にしなきゃいけないけど、平山のヘディングだったり最後の PK 決めとけば3で間違いなく、課題は残るけども次につながるゲームだったと思うんだよね。だけど本当ゴールこそ生まれなかったけど、あのゲームは何かしようと選手が前半の立ち上がりからアクションを起こしてた、それは何かって言ったら平山が入ったことによって早いタイミングでサイドでもって何しましょう、詰まったからバックパスの回数が多分3分の1減ったと思う、早いタイミングで平山でここを入れ続けることで、あのゲームで何が起こったか、前半のうちにここにサポート来ようっていうサイドの絞りがあったんだよね、そこは今までなかったこと、サイドにボールをこういう感じで、まあ近いからいいけど、まあ左でボールを受けた相手がアプローチしてくる、でこういう感じでプレッシャー来たら今まではここに行く、このサポートっていうのはもう当たり前のことであって、ここから何選手が、変えられるかって言ったらこれを追い越していく、そうしたらこの選手がしっかり判断してここを使うのか、これをおとりにして中に入ってくるのか、ディフェンスのバカじゃないからそこは読んでるから、こういうとこ切ってきたら、そうしたら次どうすんのって言ったら、こうセンターバックがしっかりここのポジションにずれてやって、ここから変えることもできるわけじゃん、で今まではここからここが多かったわけ、左だけじゃなくて右も、だからここからの回数が何本か言ってたよ、試合中で。それはもう前半から行き続けるっていう意味でも、ここを行くことによってここのポジションを取ってくる、そうしたら選択肢が広がるわけだ、ここのカットイン、ここのパス、ダメだったらじゃあ早めにクロスもあるかもしれない、ダメだったらここにしましょうって、最初から選択肢が少ない中でのダメだったらプレーばっかだったからさ、だから見てて消極的に感じるわけよ。そうかそうか、そんなことだけど、そこをなんとかしようと早めのここに当てる、そうすると、あのゲーム確か福岡っていうのがシステム変えてきたんだよね、FC 東京戦なのか、その前まで3バックだったのが4バックにしてきて、多少並びを変えてたことによってゲームの入り混乱はあったのかもしれない、だけど入れることによってどん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 ここ真ん中に集まってくる、それでサイドも生きてくる、で最後のところなんてもう平山一人だけど全部競り勝ったじゃんか、あれはここでどんどんバトルさせるから疲れてくる、でその中で、まあ、風もあったりしたんだよあのゲーム、だからより一層普段のゲームも疲れる中でやっぱ集中力欠けてるわけだ、で最後ほころびをつけるっていうのが去年までの FC 東京、もしくはそこまでに対して粘り強くサッカーしてて相手がしびれ切ったところの隙をつくっていうのが去年までのサッカー、だからやろうと何かアクションを起こそうって久々に見えたゲームだった、それがうまくいったらいかないかは別としてね、だからこのゲームなんてもうどんどんリアクション、守備はリアクションだっていう人多いかもしれないけども、アクションを起こせるって確か就任の時にジョーク監督言ったと思うんだ、相手にボール持たれててもアクション起こせるんだよって、これがこのゲームで、もしかしたらこの間の ACL のあの最終節のようにやっぱその勢いが持続できてるんだったら自分たちからアクションを起こしていこうよ、このゲームは。そうなるとこうなんか平山スタメンでもいい気もするね、なんか話聞いてると、そうですね、それか無理気 ACL 出せないんだったら次来週もあるし90分 J3 出たならこれっていうのも、でも出たんでしょ、切れてんでしょ、切れてます。無理気どうだったの、ちょっとそれ知りたいの。無理気は足が速い足が速いしうめえどういうことなの。だからこのなんか僕だから J1 でトップチームで出てる時に、なんかサイドでちょっと使われてたりもあるじゃない、その時に
まあ、この辺からボール出てきて多分こう走ったね、うん、こうじゃないと思うんですよ、うん、俺無理気の使い方って、うん、もう足元ポンって出してあげるんですよ、うん、で本当に足元うまいからこうついてても、うん、こう簡単に振り向いちゃうの本当に抜けちゃうんです抜けちゃうの、ねうん、もう足早いからとりあえず多分ね変な話一人二人はねかわしてくれるのよ、うん、ここでゴール前にそれこそこの平山選手やら前田選手、まあ、平山選手、うん、いたら一回当てるってここで戻してほしいタイプだと思う、うん、だからここまでは私持ってきます、うん、ちょっとここで手伝ってください、うん、預かってもらう、うん、預かってくださいねあ大丈夫ですあの玄関まで来ました玄関まで来ましたんで荷物ください、うん、もらったら多分もう打てるはあ、ただトップ下ってこと、うん、ポジションとして向いてるのはでね無力自体がやっぱこうサイドに逃げるっていうのは言っていかんところだとしたら、うんうん、昔こうハデソンも言ってたと思うけど日本のサッカーってここがすっごいスペースがないっていうか、うん、プレッシャーが激しいからスペースないわけよ、うん、で彼がスピード乗るもしくはもらえて前向くってことはある程度スペースが欲しいわけだ、うん、だから自然的にサイドに流れるってここは分かる、うんはい、だけど福岡戦どうだったあんだけ守備をがっちり人数かけてるけどバイタルのところに中途半端なポジション取ってて そこ当ててやったら全部前向いたじゃんかそう行くんすよだからここだけじゃなくて今ここでももらえるんだよ、うん、無力は、うん、で多分僕見てた時は J3 の時は ここまで下がってくる時もあるんですよ、うん、ボールもらいに、うんうん、でここも足元なの全部足元くれ、うん、足元くれっつってでもここでも振り向いてここまで行っちゃうのよその回転早いよねそうそうそうでスピード乗るのも早いしで僕ね何かの試合の時に無力選手がこう左に行って小川選手かなんかがボール持ってって多分ね一回ねこう出して、うん、こう出した、うん、でねこれがねパスがずれたかディフェンスに入られたかで、うん、取られちゃったんだけど小川選手に無力選手がお前が直接ここに出せって言ってたこんなんいらないよっつって、はいはいはい、もう全部振り向いてやんだからみたいな感じだった、うん、ここにディフェンスついてたぶんここに出すことによってここがもうこう寄ってきてそう、ね、絞られるからそうと取られちゃった確か、うんうん、で無力選手はもうそんなんいいからもうストレートに出してここに行って、うん、そういうタイプですよね本当にねでさっき言ったように、うん、無力が運んで最後のフィニッシュのところで、うん、行けば多分自分で行けると思うんだよ、うん、だけどディフェンスがこう集まってくる中で味方を使ってリターンをもあって、うん、もう一回行きたがるタイプ、うんうん、これ中盤にも言えることで今ここでフリーだったら多分簡単に前を向くと思うんだ、うん、でこういうところでもし弱いところからここにパス入ってここに来られたらここ使ってもう一回もらえるんだよねここで使える味方の要は使い方をこの中盤でもスペース見つけてもしくは味方見つけていい距離感でいたらこういう剥がし方も頭にある選手なんでね、うんうん、そうですね、うん、無力が誰とでもワンツーして持ってけばいいってことだねこうそうだから多分ね足元出してくれればなんとかしちゃうからでちょっとボールもらえる位置に動いてあげた方がいいですよね多分ね、うん、ワンツーできる、うん、顔出してやるそうそう距離感でポジション取ってやる、うん、でもこれ上福さんのやろうとしてるサッカーとこの無力用のサッカーっていうのが例えば僕ちょっと詳しくわかんないですけど、うん、違った場合ってこれきこれ難しいですね上福さんサッカーにはめるのが今 FC 東京において無力の使い方を奪っていってくれっていうようなサッカーに頼るんで無力を使うんだったら、うん、これ一番怪我するよまあいやそうやねだからそうなんだよこれ何かって行けたらまあバンバン剤とか大成功なのかもしれないけどあのスピードボールを持ってのあのスピードにここ絶対ついてこれないから、うん、確かに分かる、うん、もう行ってらっしゃいでこれするでもなおかつここでもう待ってたりなんかしたりしたら、うん、それだけこう間延びしちゃうわけじゃんかそうですねでしょでことはここ持ち上がったらここのサポートだけじゃなくてここ曲がってこなきゃダメなんだからね、うん、ここもだからここが一回受けてから持つって前向くこともできるけどここが一つ当ててここもう一回動き直す、うん、このタイミングこの一本のパスとこの動き出すタイミングのここのところでここもしくは次リターンもまた無力に選択肢を持たせるポジションにここが取らなきゃいけないわけよ後ろも含めて、うんうん、なるほど分かる、はい、だからもうねワンプレーワンプレーでぶつ切りのようなサッカーしててああなってこうルックアップしたから出てくるんじゃないかじゃなくてもう出てくるって信じて動き出してもらえる、うんうん、だからそれがアクションなわけじゃんそうだね前ボールだけどもここで打ってルックアップしてちょっと味方があもしくは敵がプレッシャーを受けてるからサポートに行きましょう
これここがこうだからこうしましょう、これリアクションだね、ボール持ってても、うん、だからアクション起こすんだったら無力に入った無力味方使ってもう一回もらうから、じゃあそっから次もらおうって感じでポジションに動き出すのがアクションサッカーだから、どちらかというと負けててさ、負けるゲームなんてあるよ年間の中で、うんうんうん、けどなんでって言ったら一番気にしてるのは、一番見てて、違和感あるのは、選手すごい余力残して最後ホイッスル聞いてんじゃん、うん、でしょ、うん、それが俺の中でも違和感なんでしょうがないわけよもうやりきって倒れるぐらいまでやるっていう、うん、だからこういうふうにこういう感じで選手が感じました、うんうん、ガー動いたけど、あ実際出なかった、うんうん、だけどそれは動かないと出なかったって分かんないわけでしょ、うん、もしくはこれをやり続けるから今度無力にアピールできるわけじゃんか、うんうん、もしくは味方にアピールできるわけじゃんか、うん、そういうのまだゲーム始まって、うん、まあ10試合は行ってない、だけどもうある程度の試合数重ねてるのにまだチームとして課題に持ってるのがすごい早いよね。そうですね、うん、でも ACL でこの東選手は足つるぐらいまで走ってますね。だからそこが原点じゃん、あドロドロでスマートなサッカーで勝つチームじゃないよ、しばらく、ね、誰がスマートな選手いるのここ、うん申し訳ない、はい、なんとも言えないですけど、なんともやっぱりしばらく出れなかった副キャプテンっていう気持ちもあって、うんね、相当気合入ってたっていう、入ってたし、それが暑さもあったから その環境の中でも釣ったかもしれないけど、うん、もしかするとここ最近の自分の中に溜まった鬱憤を90分で考えてペース配分するんじゃなくて、行けるとこまで行ったねっていうような記憶でバー出し押し見せずやりきったから、あの症状が生まれたわけじゃんか。ここもそうでしたもんね、水沼選手すげえ良かったっす、ね、俺しんどいねお前先つんのかよ、最後までやらなきゃいけなかったわけじゃんか、88コンビけど最後まで戦えたわけなんだから、うん、出し切らなきゃ絶対そこからね伸びしろがあったとしても、ね、全員岡崎になったらすげえって話じゃん、ハードワークです、それはそれで勝てないけどということ、難しいですね。今週はどうでしたかということで、どうですか瀬谷君、これ今聞いてて、今日学んだのね、これ今一からね新東京を学んでいくわけですけど、はい、今日のとこどんで知った1 個だけでいいよ、1個、はい、覚えたことを教えてください。この選手は僕に似てるっていう平岡選手、平岡選手です、はい、今後もよろしくお願いします、はい、そこだけか以上、今週のとことんでした、どうもありがとうございました。